アラローはスペインバレアレス諸島州のムニシピ、バレアレス諸島、マヨルカ島の中央部に位置する。アラロー鉄道アラローの街の起源はイスラーム時代まで遡る。キリスト教徒がマヨルカ島を再征服した際には、海賊の侵略を避けるためにアラロー城が建設され、この城は再征服の拠点の一つとなった。1881年には、 パルマデ・マヨルカと中央部の中心地インカを結ぶ鉄道路線から分岐して、燻製とアラローを結ぶアラロー鉄道が開業した。アラロー鉄道の期間は914ミ、mm、リメートル、延長距離は3.4キロメートルであり、起点と終点の標高差は約50メートルだった。アラロー鉄道は1941年に運行を停止し、1951年に正式に廃止された。 かつてのアラローで最も重要な産業は靴、製造業であり、最盛期には30工場で2000人以上が働いていたが、現在では1社が営業しているのみである。重要な活炭鉱山もあったが、現在は閉鎖されている。今日では、マヨルカ島の中心都市である、パルマデマヨルカに通勤する住民が多い。2000年5月8日には、 マヨルカ島表議会によって古い工場の塔が文化遺産に認定された。マヨルカ島北西部にあるトラムンタナ山脈の東側にある。ブニョーラ、アスコルカ、リョセタ、マンコールダラバイ、ビニサレム、クンセイ、サンタマリーアダルカミと境界を接している。アラローの町の北側には広い谷が形成されており、その両側にはカステート、 アルカデナと呼ばれる頂上が平坦な絶壁がそびえている。アラロー城はカステーの頂上部にある城跡であり、1931年6月3日に重要文化財に指定された。ありがとうございます。